っちはどう？沖縄、うん、すごくいいところよ。それより別荘はどうだい？すごく快適よ。ただしのおじさんには感謝しなくちゃ。誰？地元の人、案内しよっかって。何か匂わない？何この匂い、何か腐ってるんじゃない？昨日の人たちね。3人で遊ぼう。え、うん、信じられない。魚たちが歩いてる。魚が歩いてる。大量の魚に足が生えたような生き物はその後本島周辺の島々に上陸し始め、各地に様々な被害が出ています。カオリ、東京には戻ってくるな。タラシ、タラシ、私先に帰るわ。白川です、よろしく。よかったら俺も同行するよ。誰にだって何かあれば駆けつけなきゃいけない人っているでしょ。私にとってはそれが正しなの。恋人が、婚約者がお台場にいるんです。ただしがお台場にいるの。行かせてください。ちょっとやだ、なんか出来物が。エリカ、エリカ、どうしたの？出てこないで。入ってこないで。エリカ、どこ？すごい匂いだよ。早く東京に帰ろう。助けて、アキ、逃げないでよ。ねえ、友達でしょ。なに、その姿ブサイクね。ざまあないわ、エリカ。魚から発見された未知の細菌が突然変異を起こし、実験動物の体内で猛烈にガスを生産し始めた。その匂いまるで人間の死臭のようだったという。細菌に感染した動物たちはやがて運動神経をやられ歩けなくなったからだ。ただしは感染したの。そこで軍は優秀な技術者に相談を持ちかけた。それは正しいなの？